専属品と直属部隊の人たちの学力を見たのですが、どういうこと？これは。私はね、専属品たちの帝国の基礎知識をテストしたんですよ。下手な公式問題とか、一個も出してない EG 常識再確認テストですよ。それでもボーダーラインを100点満点中40点にしたんですよ。まあ、忙しかったし。結果様、次があるよ。頑張れ、頑張れ。あんたも欠点だからね、あんたも頑張りな。かおりちゃんもしっかり欠点よ。余裕な顔しないで。皆さん、一緒に勉強会したのに、なんでですかね。さすがちゃん、私だってきつく言いたくないんですけどね、一般常識の問題くらいは解いてくださいよ。4人中3人欠点ってバカ集団じゃないですか。バカと言われ慣れてるけど、バカ集団と言われたらなんかレベルアップした感じがあるわね。アリシア、コトカ、ソフィア、ソルテ、ラル、月下の6名は満点、ハクトカナも90点台と問題ありませんでした。直属も含めるとソルテの部隊、ハクの部隊の子たちは全員問題なし。ですが、月下ちゃんの部隊は、疲れてましたね。アイレと琥珀は現在教育中だから免除してあげたのに。いやー、行月もプルートも戦闘型の子だからちょっと物覚えが悪かったというか、そもそもうちらは勉強する暇も常識を認知する暇もなかったんや。そうあぬ、せめて教育環境を整えてほしいあぬ。整えてますよ。それを教育するのはあなたたちの主である、月下ちゃんに委ねてましたけどね。うそや、ならなんでうちらはこんななんや、月下班がそんな。ちなみに、関、ネロ、フォティアは満点、セラトリアは70点台でしたよ。うそあぬ、あぬはどんな計算もできるあぬ、そんなあぬが、1たす1は、トリ、発想が斜め上、組み立てないで。プルートは発想力豊かなの、勘違いすごい子なの、許して、ガンドの、が、よりひねくれとんな、プルート。しきてしまいはなんでこうも面倒ごとが多いのかしらね。ですが、怒り続けても点数が上がるわけではありません。なので、今日は補習です。そしてその後廃止です。まさかこんな序盤の序盤でつまずくとは思いませんでしたよ。それでは今回出たテスト問題の復習ですよ。はい、まずはこの問題です。帝国従属品に所属するために必要となる神の地位は、正直、かなりサービス問題だったのですが、赤点分断の正答率は 0%、情けないです。だって私たちは神の地位関係なく入ってるんだもん、わかるわけないわよ。私は応募したら即採用だったから応募してわかんない。答えは、上級品、以上です。従属品とは帝国勢力に所属する神です。つまり帝国の要、エリート集団となります。配下品は従属品の配下、つまり帝国直属ではなく、あくまで帝国直属の従属品の配下、となります。そしてその、配下品、は現時点で約12兆。そしてその、配下品、の配下となる神の帝国勢力なので、実質はかなりのものです。管理はしてないので正確な数字はわかりませんが。つまり、従属品を従えさせている、専属品、がどれほど重要なポジションか、これでわかるはずです。僕たちはともかく、カナデッチ派、下級品、クラスだよね。それだと特別扱いとかで反感変われない。そこは、特別従属品、という枠を作っています。もちろん、従属品、の人数には入っていません。地位はどちらの方が上なのですか？特別従属品、です。特別というのは主や専属品にとって、特別、です。専属品直属部隊のあなたたちも、特別従属品、です。専属品の主のためだけに全てを捧げてほしいってわけですね。なるほど。つまり石化の命令以外は僕の役割はないというわけだね。はい。次はこれです。これは赤点分断だと石化ちゃんだけ正解してました。帝国はいかなる理由があろうと入国を許可しない条件がある。それは何か。弱い奴はお断り。あぬね。それだとあなたもお断りですよ。まあ、うちらが強いのは地球に限っての話やからな。あれやろ、一元さんお断りってやつやろ。違いますよ。入国でそれやると誰も入ってこれないでしょ。男性、オス、つまりそれらに準ずる生殖器を持ち合わせている生態全てが禁止です。女神が子を出産するには2パターンあります。それを簡単に言えば、遺伝配合、と、模写、です。遺伝配合は男性型の神の遺伝子情報を得ることで自身の遺伝子と配合し、出産する方法です。メリットは自身より強い個体が生まれる可能性があるということですね。逆も光ですが、デメリットは女神側は一度遺伝結晶で出産した場合、他の男性品の遺伝情報を受け取ると汚れが生まれ、死にます。つまり、帝国に男性が入ることによる、女神
神消滅のリスク削減と保護、あとは可能性の保持です。専属神たちに話すと怒りそうですが、帝国に入った女神はご主人の遺伝情報を持つ権利が生まれます。それは強い個体を作り出すためです。帝国は未来も注視していますので、すでに特定の異性がいる女神は必要ないのです。争いの火種にもなりかねませんし、ならば帝国内、従属契約、配下契約をした女神たち全員、無視の所有物、としておいた方がいいのです。私も帝国の方を大体把握したけど、これだけすごい内容が飛躍してるのよね。マリアちゃんの意思でしょ、男嫌いだし。それに私たち元人間と神々の世界の常識や認識、価値観は全く違う。寿命が短い生命は子を作ることに執着したけど、神は違う、子を作る、種の繁栄にそこまで執着がない。ならどうせ作るならより強い個体をってことなのね。最初はびっくりしたけど、メリアちゃんやソフィアちゃんの価値観ってすごいわよ。私たちなら普通好きな異性を独占したいでしょ。そうね。この子、性の話になるとかなり喋るわね。絶対保健体育だけ成績良かったタイプだわ。でもメリアちゃんたちは自分の好きな異性を共有するの。むしろ、自分が好きになった人は魅力的だから他の子が同じ人を好きになるのは当たり前。だから共有してこの人の遺伝子をもらって幸せになりましょう。すごいわね。それ、神が異性を好きになり遺伝をもらうのは一生を捧げる、と同意。当然よね。他の異性に浮気したら消滅するんですもの。思ったんだけど無理やりの場合ってどうなるの？無理やりって、結果お姉ちゃんそういうプレイが好みなの？そこは絶対に間違いが起きないよう最初の相手以外受け付けない膜のようなものができます。裸は知りません。そうなんだ。せっか、絶対保健体育系が得意だから覚えてたんだわ。この物理ね。つまり、メリアちゃんは、後の女になる覚悟もない奴は帝国にはいらない。ってむちゃくちゃ強気な態度ってことね。それでも来るのは、帝王神候補序列1位、現帝王神のお気に入り、だからでしょうね。将来を約束されたようなものだしね。こうして、長々と復習し、再度テストを行った。行列92点、プルート42点、月下ちゃんの方はクリアですね。月下ちゃんの方は、トール40点、ギリギリじゃないですか。はぁ？何よ、まだ何か問題があったの。問題あったの、じゃないですよ。月下ちゃんだけまた欠点ですよ。34点、なんでですか？メリアちゃん大丈夫よ。問題の答えより大事な答えの由来はちゃんと覚えたから。さっき覚えてるのになんで問題の答えを間違えるんですか？バカなんですか？せっか様、いっぱい覚えて偉いよ。すごいよ。ありがとうルーちゃん、私頑張ったもんね。正気です、あと補修です。みっちりと。勉強やだー。せっか様、お勉強頑張れー。せっか様なら何でもできるよ。そもそもメリアちゃんの教え方が悪いのよねー。せっかちゃんは満点取るまで居残りですー。そんなー。ファイト、せっかちゃん。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回も、お楽しみにー。